はい、今回はですね、まあ、休息のコーナーということで、議題はですね、皆さんカードを略すとき、どうやって略してますかっていう話です。例えばですね、どんどん吸い込むなどの場合だと、まあ、いろいろ略し方があるんですよ。僕の場合は、ドンコムとか言うんですけど、まあ、吸い込むとか言いますし、あとは、ドドスコっていうやつもいますね。どんどん吸い込むなどは多分、ものすごい、ドンナウっていう人も稀にいるみたいです。ドンスイもいますね。ドンスイ多いですね。ドンスイとかドンコムが結構多いかな。ですけど、まあ、いろんな呼び名があるんですよ。で、そんなわけでですね、今回はちょっとツイキャスを用いまして、そういうのをいろいろ、まあ、こう、探していこうかっていう企画になります。はい、じゃあ、最初ですね、勝利のアパッチウララ。はい、皆さん、どうやって略しますか？いやー、僕の勘だとアパッチかウララのタグだと思うんだけどね。これ勝利って略したやつはもうちょっとデュエルマスターズやってなさそうな人ですね。これ勝利って略したら、結構やばいでしょ。そうですね。じゃあちょっと行ってきますね。うらら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 アパアパいますね。アパうららうららうららアパラアパラはねえな。うららアパウラアパウラって言うんだ。へえ、アパウラアパウラもいるらしいですね。うららパッチラうららアパッチ誰もいませんね。僕アパッチ派なんですけど、いや、うららかな。うん、アパッチって時々言いますね。結構うちのキャスの人たちはうららが多いですね。じゃあちょっと次行きますね。あ、じゃあ次、オリオティスジャッジですね。じゃあ、オリオティスジャッジどっちにしますか、皆さん。そうですね。まあ、オリシャかジャッジか多分タグだと思うんですけど。じゃあ、ちょっとコメント見ていきましょうか。よいしょ。ちょっと待って、おいおい。ジャッジジャッジ、オリジャジャッジジャッジ、オリジャジャッジジャッジジャッジ、オリジャオリジャジャッジジャッジジャッジ、オリジャジャ、ジャッジ、オリジオリジャジャッジ。オリジャオリジャ、不正は許さない多いですね。ジャッジ、ティスジャ、ティスジャっていうやつは初めて言いましたけど。やっぱ、ジャッジ多めですけど、オリジャもいるって感じですね。僕はジャッジ派ですね。じゃあちょっと、これは多そうですね。ドギラゴンバスター。ドギバスっていうか、バスターっていうかですね。バスターの方は剣って書いてください。本当に剣っていう場合は、ひらがなで剣って書いてくれると助かります。バスター、多分これ剣の意味かな。土剣、ドギバス、ん？ドギバス、剣、ドギ剣、バスター、剣。ドギバス、ドギバス、剣、剣、ドギ剣、ドギバス、ドギ、バスター、ド剣、バスター、ドギ剣、ドギ剣、ドギバス、ドギ剣。そうですね。ドギ剣結構多いですね。ドギ剣とドギバスが結構多いかな、ぐらいですね。バスターっていう人は意外と少数なのか。僕、ドギバスかな。ドギバスかバスターですね。なんか、ドギってカタカナで言って、なんでその後に剣なのってなりますね。あ、じゃあ、これ行きましょう。D の地獄、ハリデルベルグですね。ハリデルベルグ皆さんなんて呼びます？まあ、多分、ハリデルか、ハリベルっていうのかな？ベルグっていうやつもいいのかな？ベルグっていう人もいそうですね。ちょっとこれ結構、分かれそう。行ってきます。ハリベル、ハリデル、ベルグ、ハリデル、デリヘル、デリヘルベルグはダメでしょ。ハリベル、ハリデ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 ル、ベルグ、ハリデル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 、ベルグ、チューポケットやってる。ハリデル、ハリデル、ハリデル。ハリデル多いですね。ハリデルは多いですね。呼ばないって書いてあるやついますけど、ちょっと人外なんでやめときますね。呼べ。あ、ちょっと個人的にこれ気になるな。フェニックスライフ、どうですか皆さん。フェニックスライフ。フェニックスライフって何て読むんだろう。フェニラっていうんかな。これ分からんな。嫌な予感がするんで、ちょっと、下ネタ省きます。フェニラと、そのまんまっていう人が結構いますね。フェニックスライフって呼ぶ人が。フェニラ、フルネーム、そのまま、聖書、フェニラ。フェニックスライフっていうみたいですね。多分、そのフェニックスライフって結構略しづらいので、やっぱそのまま読むケースが結構多そうです。そうですね。俺も、そっか、フェニックスライフって言いそうですね。言われてみればですけど。ちょっとじゃあ、ちょっとマイナーなカード言ってみましょうか。神々の逆流とかどうですか、皆さん。神々っていうか逆流っていうです、いうかどっちかですかね。神々って略してる人はいないと思うな。逆流多そうだな。ちょっと見に行きますか。逆流、逆流、逆流。トイレって言ってるやついますけど。逆流、逆流。使ったことない。やっぱ使ったことないやつが多そうです。神々のは多分嘘ですね。逆流ですね。やっぱ、これは逆流だね、さすがに。あ、これ結構気になるね。じゃあ D の楽園、サイケデリックガーデン。サイケデリックガーデンで何曲するんだろう、みんな。そうですね、ガーデンかな。
デリック・サイケ・サイケ。デリック・サイケ。お花、お花、花畑、ガーデン、サイケ、サイケ、フルネーム、秘密兵器、サイケデリック、ガーデン、サイケデリックとガーデンがいるわ。ガーデン、お花ピー、楽園。やっぱフルネームで言う人もいますね。で、あ、サイケデリック、ガーデンっていうのが。なるほどね、まあ。ガーデン、そうですね。まあ、ガーデンがちょっと多いかな。ガーデン、だからサイケもまあまあいますね。と、まあ、こんな感じですね。ちょっと結構ありましたね、いろいろ。そのわけでですね、まあ、今回はこれデモンストレーションというわけなんで、皆さんちょっとなんつうのかな、これどうやって呼んでんのか気になるっていうワードがあったら、ぜひコメント欄にて書いてくれれば、こっちの方でまたアンケートで取っていきたいと思います。じゃあ、またよろしくお願いします。では。